でで暑い暑い夏が来た夏が来た釣りだ釣りだ釣りだバスだまだねあのスキー場空いてるんですけど、まあ、だいぶメルトしてるということで、はい、今日はバスフィッシングをねやりたいと思います。スポーツですかね。はい、サイモン君はね前からやってたんだけど。いや前からどうじゃんけど、つい割と1ヶ月ぐらい前から。僕も今日ね釣り竿等いろいろ全部できるスターターセットみたいなのを買ってやってみようかなと。竿を選んでどういう気分になるかみたいな。さっぱり分かんなかった、ね、分かんない。今日は優秀なインストラクターの根岸亮君に、はい、根岸亮君がいるから、はい、根岸亮君にこうねいろいろレクチャーをもらって、まあ竿もいろいろ買って。ルアーは何個買ったの？ルアー2個、スピナーベイトとバーム、うん、それで今日はやってみようかなと。あとはまあなんかその俺が中学生の時に買ってきたカエルのあのね塗り絵みたいなカエルの小学生が作ったルアーみたいなのがあるから、ね、そうだね、あれがそれを投げてみて、うん、あのルアー何なんだろうね。あれよく商品化に至ったよで、結構やっぱあのスキー界隈あの釣り好きが多くてですね、スキーに通ずるところがあるんじゃないかと俺はちょっと思ってるんで。まあ、アウトドアはみんな嫌いじゃないと思うんで、はい、夏はレジャースポーツ、フィッシングスポーツ、フィッシングスポーツ楽しんでみてもいいんじゃないでしょうか、はい、と何かね、もうちょっと得れるの気づきとあればいいなと思いつつ、はい、とりあえずね、気づきです気づきですね気づきですね。他のスポーツから取り込んで楽しむという、そして気づきというところで。カメラマンのゆうやくんもこの間言ってた、気づきだすっげえ酒飲みながら言ってた気づきですよ彼いいよね今日も気づいていきたいと思います。はい、サイモン君もね久しぶりに一緒に。スキーじゃないけど。スキーじゃないんだよね釣りでみんな集まるっていう、うん、ノリさんも、ね、クッキーで入れていきたいと思います。ではでは行きましょう。マスレンジャーっていうあのトラウト用のロッドがある。まだ車が変わってね、はい、駐車スペースとかを考えて。キンちゃんとかも来たら面白いな。やばいっすね、キンちゃん来てほしいな。キンちゃん深夜に釣りに行ってたもん令和になりながらさあノリさん、それノリさんの？んノリそれノリさんの。これ俺のスキーじゃないですかスピナベイト。スピナベイトですか。いいっすね。略してスピナベ。スピナベちょっと分かんないけど、ニヤバスいる？うん、ブラックバスはこうあの変化のあるところが大好きなんで、例えばまあ木の沈んでる場所だったりとか、あとはここが奥がちょっと掘れてるんですよ、はいはいはい、まあ、そういうとこについてたりとか。隠れ家がありそうな場所ってことですね。そういうこと。さあノリちゃん、緊張しますね。緊張するんですか。いないんで奥ですね。奥ですか。いる。あとはもう浮きじゃないんですけど、はい、この紐の動きを見て食ったかどうかっていうのを。これがこっちに流れたとしたらバスがこういう風に食ってるんでこっちに合わせるんですよ。ああ、なるほどね。その針のバスの尻尾に向かって合わせると腹筋が良くなってくる。腹筋でね。あれ全部バスです。マジ？あ、もう食った。マジ？おおおおおおやべえすげえ、これバス、これバスです。コバス、コバス、まあ、やばラジマウスって言われるタイプの。いやヨさんすごいですね。フッキングがうまくいくとこう上あごにしっかりとかかるので、はははは、飲まれずに済みます。神夏フリースキースクールの人はこんなこともできますよ。そうなんだよ完璧ですよ校長マジで小さいね。なるほど、まあ、こういう感じで実演もしてくれて。そうですね、これがキャスティングです。あ、いいですね。多分気づいてもらえてればここにもう4匹ぐらいいます。多分合わせたら、おーおーおーおナイスフィッシュですやべえ、めっちゃちっちゃいですね。面白い。でも人生初バスだけどバスバージンが顎にしっかりかかってます。ちっちゃいこういうのロリコンじゃん。ロリコンじゃん。ロリコンやろうじゃん。ポロポロと出ます。バスロリだ。幼魚、幼魚。ナイスです。ちっちゃい。
めっちゃちっちゃいですね。頑張って。でも引いたらもう。もうこんなもんですよ。いやばいっすね。ワンうまいねやっぱ。多分針がちょっと大きすぎて、うん、あのサイズの腹筋をしない気がする。検出しようか。どこ？その木のところに。あそこにちょっと15ぐらいのやつがいる。そっちに今いたよ結構。うん、あそこいるよね。今でもこっちに3匹ちっちゃいの入ってる。あそこ、ノリの目の前にもいる。そう。すいません。幼魚です。幼魚です。今のところスキーと似てるところあります。集中ですか。集中ですか。釣れない時に、こうやっぱ。考えるというか。考えるというか、やけにならないの結構大事かもしれない。もうちょっとその全体を、自然を楽しむというか、なんかスキーもできなくてイライラするよりかは、できないことを、釣れないことも楽しむみたいな。そうですね。それは大事ですよね。行き詰まっちゃいますから。釣れましたね。ちっちゃいのが。みんな釣れましたね。みんな釣れましたね。ちっちゃいのが。板のしなりを使うのと竿のしなりを使うの。なんすかね。なんすかね。じゃあ皆さん今日もまた次回へ続くのか分かりませんが、スキーや釣りをするという、まあ。環境を守りましょう。環境を守りつつ。保全活動だ。ありがとうございます。バイバイ。